はい、皆さんこんにちは。今回はドラグマデスペア紹介していきたいと思います。最高戦績がね、ダイヤ帯で7連勝ぐらいやったの、7か8連勝ぐらいしたドラグマデスペアですね。なのでそちらのデッキレシピ紹介していきたいと思います。まず1枚ずつ解説していきましょうかね。久しぶりのデッキレシピ解説動画なんで、とりあえずサイフレームドライバー、こちらは1枚、まあこれ手札誘発のガンマのためにいるカードなんで、とりあえず1枚であれば十分ですって言った感じです。で、悲劇のデスペアですね。こちらのカード、効果で墓地に送られると、または効果で除外されるデッキからデスピアモンスターをサーチすることができます。さらに墓地のこのカードを除外し、自分の墓地の烙印魔法トラップカードを対象としてそのカードを自分フィールドにセットすると。墓地から除外してセットする烙印魔法トラップカードなんですけど、このデッキには3種類、烙印劇場デスピア、そして赤の烙印、そして烙印開幕ですね。まあ速攻性を求めるんならこちらの烙印劇場デスピアで、相手ターンに展開するようでしたら赤の烙印、そして、こちらの烙印開幕ですね。こちらは相手ターンにサーチしたい方向けですね。向けですねっていうか、まあ状況に応じてって感じですね。そして増殖する G は3枚。まあこの環境ね、G ないと死んじゃうんで、増殖する G は脳死で3枚積んでいいと思います。サイフレームギアガンマ。よくね、サイフレームを積んでるデッキになりがちなのが、ドライバーだけ反動に来て事故っちゃう、みたいな、そんな感じのことがね、予想されるんですけども、あとはね、もうフィールドにモンスターを展開しきった後に、サイフレームギアガンマを引いてしまうと、そういう事故が起こりうるんですね。サイフレームギアガンマは自分フィールドにモンスターが存在しないときに、相手モンスターの効果を発動したときにそれを無効にして破壊しますっていう、事故が起こりうるんですけども、デスピアにおいてサイフレームギアガンマの後引き、そしてドライバーの素引きですね、こちらのね、それは事故ではならなくて、なぜならデスピアの融合モンスター体、こちらのマスカレードだったりとか、こちらのクエリティス、こいつらは融合素材に光属性モンスターという指定があるので、自己札ではなく単純に融合素材として使えるということで、サイフレームギアガンマ2枚積みしております。でドライバーもね積んでおります。全然事故にならないんで、それがね、デスピアの強みとなっております。でこちらハルウララ、まあデスペニ環境なんでフューデスを止めれる、そんなカードです。でドラグマの聖女エクレシアですね。エクストラデッキから特殊召喚されたモンスターがフィールドに存在する場合に手札から特殊召喚、召喚特殊召喚成功時デッキからドラグマカードのサーチ、ただ発動後ターン終了時までエクストラデッキからモンスターを特殊召喚できない。で、このカードはエクストラデッキから特殊召喚されたモンスターとの戦闘では破壊されないということで、まあ、基本的な守備表示ですね、出すんですけども、特殊召喚でね。サーチできるカード、こちらのドラグマの騎士フルールドリスと、こちらのドラグマパニッシュメントですね。パニッシュメントについては口述しようと思います。こちらのエクレシアちゃんで状況に応じてパニッシュメントもしくはフルールドリスをサーチして相手の妨害をしていこうというコンセプトですね。でアルバスの烙印、召喚特殊召喚成功時にハンド1枚切って融合する、まあアルバスの烙印を含めなきゃいけないんで、これに遅延してアルバスの烙印を除去されると融合は失敗するんですけども、基本的にこのアルバスの烙印で出していくモンスターなんですが、こちら闇属性モンスターとスターベノムフュージョンドラゴン、そして攻撃力2500以上のモンスターで怪人竜バスタード、そして光属性モンスターで烙印竜アルビオンなんですけども、優先的に狙いたいのは烙印竜アルビオンですね。アルビオンは融合召喚成功時に手札フィールド墓地からカードを除外して融合召喚することができます。なのでこの烙印竜アルビオンを積極的に狙っていきたいですね。さらにこのカード、墓地に送られたエンドフェーズにデッキから烙印魔法トラップカード、さっきの悲劇のデスピアンでセットできるカードと一緒ですね。あの3種類のうちのどれかをサーチするかセットするか選ぶことができますので、この烙印竜アルビオンを優先的に融合召喚していきたいです、アルバスの烙印を出す場合はね。そしてデスピアの同期アルベルは3枚、召喚特殊召喚成功時にデッキから烙印魔法トラップカードを手札に加える、烙印魔法トラップとはさっきの3枚ですね。そして墓地に存在する状態で自分フィールドの融合モンスターが相手に除去られた場合、相手フィールドの効果モンスターを対象としてこのカードを特殊召喚、さらに対象のモンスターの効果をターン終了時まで無効にすると。まあターン終了時まで無効にする効果なんですけども、正直これは全然当てにならないんで、基本的にはサーチ要因、そして、自分のライフを守りきる壁といった認識ですね。ただこの壁なんですけども、口述する烙印劇場デスピアと合わせることで、まあ耐久力めちゃくちゃ上がるんで、アルベルは脳死で3積みしていいと思います。そしてこちらドラグマの騎士フルールドリス、エクレシアちゃんでサーチしてくるカードですね。エクストラデッキから特殊召喚されたモンスターがフィールドに存在する場合、自分相手のメインフェーズ、まあ、基本的にはフルチェですね、このカードを手札から特殊召喚する、さらに自分フィールドにエクレシアちゃんが存在する場合、フィールドの表側表示モンスターを選んでその効果をターン終了時まで無効にできるっていう効果なんですけども、これ手札で発動している効果なんで無限包囲効かないんですね。あと禁じられた人しずくとか、なのでかなり奇襲性の高い、まあサーチしてくるから奇襲というほどでもないんですけど、そんな感じで使えるカードです。ただ問題はエクレシアちゃんがフィールドにいないと効果を無効にすることはできないんで、それだけご注意してください。でまあ一応こちらの効果も割と使うんですけども、ドラグマモンスターの攻撃宣言時、自分フィールドの全てのドラグマモンスターの攻撃力は500ポイントアップするということで、フルールドリスちゃんが殴るときに限って
このモンスター3000打点として扱えます。相手フィールドに出す場合はね2500の壁なんですけども、基本的には自分のターンに出すと3000打点で、クレシャちゃんの打点も2000になるというカードですね。この打点アップがたまに機能する時があるんで、自分のターンにも積極的に出していきたい、そんなカードです。そしてデスピアのドラマトゥルギア、融合シンクロエクシーズリンクモンスターが特殊召喚された場合、フィールドの効果モンスターを対象としてそのモンスターの効果をターン終了時まで無効にするということで、ドラマトゥルギアがフィールドに存在する場合、相手ターンにですね、リンク召喚成功時だったりとかシンクロ召喚成功時の効果ですね、まあ例えば、ハリファイバーだとかアウローラだとか、あの辺の効果にチェーンして打つことができます。優先権の関係上相手が絶対チェーン1になるので、こちらドラマトゥルギアがチェーン2として発動することができるんで、リンク召喚成功時のカード効果を無効にすることができます。さらに手札フィールドから融合素材になった場合に、このカードを特殊召喚するということで、まあ墓地から除外してもね特殊召喚することはできないんですけども、手札フィールドから出すだけで自身を特殊召喚できるっていうのはね、わけわかんない効果なんで、このカードも基本2枚から3枚積んどきましょう。1枚だとねあんまり仕事しないかな、ドラマトゥルギア君期待値が低いんで。でデスピアにはもう1枚こちらのアドルビトムがいまして、1の効果はどうでもいいんですが、2の効果、手札フィールドのこのカードが融合素材になった時に、自分の墓地モンスターおよび除外されている自分モンスターの中からデスピアモンスターまたはレベル8以上の融合モンスターを対象としてそのモンスターを特殊召喚するという効果があります。今回はデストロイフェニックスガイ積んでおりませんので、アドルビトムは採用圏外なんですけども、デストロイフェニックスガイを積んでる場合はアドルビトム採用圏内となりますので、そこもご一考ください。で、ジズケール2枚ですね。こちらのジズケールはもう相手のモンスター除去ですね。まあ基本的にはデストロイフェニックスガイ、またはフルールドバロネス、この辺りを除去していきます。で、効果はどうでもいいです。問題は光属性であること。アルバスの楽印の融合さえになることで、楽印流アルビオにつなげることができます。で、こちらの打点、3300ちょっと高いんですね。高いんですけども、怪獣の闇属性、そして光属性モンスターは、こいつか、イカズチ族のサンダーザキングか、ラディアンということで、全員2500打点超えてるんですね。なんですけども、デスピアには融合モンスター、デスピアンクエリティス、こちらのモンスターですね。こちらがいるので、打点というものは基本的には気にならないので、ガンガン相手のモンスターを除去して、デスピアンクエリティスを出して、攻撃力をゼロにしていきましょうっていう感じですね。そして原始生命体2ビルが1枚、まあ、1枚しか持ってないので1枚しか積んでいませんが、積みたい方は2枚3枚と積んでいいと思います。あんまりね2枚3枚積む構築が好きではないので1枚にしています。ただこちらもサイフレームと一緒でデスピアにおいては自己札になり得ないので融合素材になるんでね、こちらも全然ね2枚3枚積んでも、自己にはならないので、持ってる方はガンガン積んでいいかと思います。そしてこちらのカード、愚かな埋葬、シンプルですね。デッキからモンスター1体を墓地に送るっていうカードなんですけども、こちらの愚かな埋葬なぜ積んでるかというと、まあもちろんねこちらの悲劇のデスピアン、効果で墓地に送られた場合にデッキからデスピアモンスターサーチできるんで、愚かな埋葬1枚で悲劇のデスピアンを墓地に送りつつ、アルベルこちらのね、またはドラマトリギアをサーチすることができます。なので、まあ、制限カードだけあってねかなりぶっ壊れなんで、こちらも持ってる方は必ず積んでください。さらに次のターン悲劇のデスピアンで墓地から除外して楽印魔法トラップカードのセットにつなぐことができます。でライトニングストームが3枚、基本的にデスピアデッキっていうのは高校デッキなんで、ライトニングストーム3枚積んでおいた方がいいです。まあ羽暴気もなんで積んでないかっていうと、ちょっと枠がきつかったんで、まあとりあえずね高校ワンキルを目指すデッキであるんで、とりあえずライス3枚でいいかなっていう感じです。気になる方はこちら1枚羽暴気に変えたりだとか、羽暴気何かを抜いて追加したりしてもいいかもしれません。そして楽印劇場デスピア、こちらはサーチできるということもあってピン刺ししております。でさらに相手に除去られても悲劇のデスピアを墓地から除外することで再セットすることができるんですね。なのでこちら2枚3枚と積む必要はこのデッキにおいてはあんまりないので、なので1枚しか積んでおりません。効果はシンプル、手札フィールドからレベル8以上の融合モンスターを融合召喚する。さらに融合モンスター以外のフィールドの転出モンスターが相手に除去られた場合、墓地のレベル8以上の融合モンスターを対象としてそのモンスターを特殊召喚するっていう効果なんですけども、さっき説明した通りですね、まあ、例えばこちらのデスピアンクエリティス出した状態で相手に除けられました、クエリティスがね、だったら、まあ、クエリティスのリクルートは考慮しないとして、墓地からアルベルを特殊召喚で、このアルベルが除けられた後に楽園劇場デスピアがあった場合はデスピアの効果で、墓地の融合8以上のモンスターを蘇生できるんで、都合3回相手の攻撃を防ぐことができます、まあ、かなりねこれでスタミナが高いんですねこのテーマ。そして超融合は1枚、まあ、2枚積んどきたかったけども2枚積んだところで自己要因なんだよな、引ければラッキーぐらいの札でいいかなっていう感じなんで1枚にしております。超融合するのは、積極的に狙いたいのはさっきも言いましたが楽印流アルビオン、そしてデスピアンクエリティスあたりですね、このあたりを積極的に狙っていきたいカードです。で墓の指名書は1枚、まあ、こちらは正直2枚積みたい、2枚積みたいんですけどもちょっと枠が厳しかったんで1枚しか積んでおりません。気になる方は、こちらのひとしずくだったりとか楽印開幕だったりとか、このあたりを除去して、2枚積みしてもいいかもしれません。
で、禁じられた人しつく、高校ワンキルデッキなんでね、基本的にね。なので、禁じられた人しつく、ガン積みしております。効果は手札フィールドからこのカード以外のカードを任意の数だけ墓地に送って、相手フィールドの効果を対象に取らずに効果無効ですね。さらに攻撃力半分です。で、このカードの発動に対して、相手は、このカードを発動するために墓地に送ったカードと元々の種類が同じカードの効果を発動できないということで、チェーン付加能力も持っております。そして楽園開幕、手札を1枚選んでして、その後デッキからデスピアモンスターをサーチするか守備表示で特殊召喚する。まあ発動後ターン終了時まで融合モンスターしかエクストラデッキから特殊召喚できないっていう制約がつきますが、あまり気になりません。気になる時もね、やっぱりありますけども。そして自分フィールドの融合モンスターが効果で破壊される場合、代わりに墓地のこのカードを除外できるっていう効果破壊耐性も持っていますね。まあ、楽園開幕の激強ムーブとしては、悲劇のデスピアンを楽園開幕で切ることによって、開幕の効果で1枚サーチ、またはリクルート、そして悲劇のデスピアンの効果でサーチっていう感じですね。それが一番強いです。そして赤の楽園、墓地のデスピア、またはアルバスの楽園を対象として、そいつを手札に加える。その後、以下の効果を適用できるなんで、してもしなくても構いません。手札フィールドからレベル8以上の融合モンスターカードによって決められた融合素材を除外して、融合召喚します。このカードで狙っていくのは、私は一番多いのはマスカレードですね。マスカレードを2体立てて相手の効果の発動回数を制限していこう。そんな感じの使い方が最も多いです。まあ、またはね、墓地に落ちてるアルバスを回収することによって、ジズキールを投げた後に、アルバスの楽園の効果でアルビオンに融合召喚していく。そんな流れが多いです。ただこちらは速攻魔法であるがゆえの強みもあるんですけども、速攻魔法であるがゆえの弱みもあって、悲劇のデスピアンでセットした場合、相手のターンを待たないと使えないので、そこはご注意ください。そして無限法要は2枚、言わずしもがな手札誘発カードですね。そしてドラグマパニッシュメント、こちらの発動は1ターンに1枚限定、相手フィールドの表側表示モンスターを対象として、そのモンスターの攻撃力以上の攻撃力を持つモンスター1体をエクストラデッキから墓地に送って対象のモンスターを破壊する。しかし発動後、次の自分ターンの終了時までエクストラデッキからモンスターを特殊召喚できないっていう制約がついてしまうんで、基本的には、こちらの制圧盤面、もしくはね、マスカレード2体並べて相手の効果の発動回数を制限している状態とかで打っていくカードです。次のターンにね、融合召喚できないんで、こちらのカードで落としていくカードなんですが、基本的にはこちらのヌトスを落とすと、まあ、このヌトスは、ね、融合召喚できないんで、落とす用です。ドラゴンパニッシュメントで落とす用。このカードが墓地に送られた場合、フィールドのカードを対象として発動できる、そのカードを破壊するっていう効果を適用するか、こちらの怪人竜バスタード、墓地に送られたターンのエンドフェーズにデッキからドラグマまたはアルバスの楽園を手札に加えるか特殊召喚するっていう効果を適用するか、アルビオンですね、このカードが墓地に送られたターンのエンドフェーズにデッキから楽園魔法トラップカードをサーチするか手札に加える、あ、自分フィールドにセットするっていう効果を適用する、この3つのうちのどれかを狙っていきたいです。なんで、パニッシュメントの対象はだいたい2500以下のモンスターになってきます。で、たまに4000打点とか出てくる時があるので、ポーンとね、その時用に黎明の打点シルシフェルも入っております。基本的にこのカードはドラゴンパニッシュメント用と私は割り切っているんですけども、天使族闇属性モンスター3体ということで、デスピアモンスター3体で融合召喚することもできるんで、まあこれもね、融合召喚したら強いカードです。一応先に効果を説明しておきます。ルシフェルが存在する限り、自分フィールドの天使族モンスターは相手の効果の対象になりません。ルシフェルも含めて、デスピアのメインデッキに入るモンスターたちですね、こいつらに対象耐性を与えます。さらに自分相手のメインフェーズに1000ライフポイント払って、手札墓地から天使族モンスターを守備表示で特殊召喚するということで、アルベルを特殊召喚することでサーチにつなげることができ、ドラマトルギアを特殊召喚することで相手フィールドのモンスターの効果を無効にするっていう効果につなげることができますので、そこは状況に応じて使い分けてみてください。で、スターウェノフュージョンドラゴン、こちらは超融合用なんで、まあまあ説明不要なんですけども、融合召喚成功時、相手フィールドの特殊召喚されたモンスター1体選んで、その攻撃力にこのカードの攻撃力をターン終了時までアップするっていう効果をメインに使っていきます。まあ、基本的にはアルバスの楽園または超融合での除去要因と割り切ってください。そして怪人竜バスタード、このカードの攻撃力はこのカードの融合されたしたモンスターの元々のレベルの攻撃力の合計 ×100 ポイントアップする。さらに融合召喚に成功したターンですね、エクストラデッキから特殊召喚された他のモンスターが発動した効果を受けないっていう耐性もつくので、たまに便利な時があります。まあ、大体出す場合は、こちらの次のカードですね、楽園竜アルビオン、さっき効果を説明したんですけども、アルビオンの効果でさらに墓地のアルバスを除外して、こちらの怪人竜バスタードを出していくっていう流れが基本的な流れです。で、デスピアンクエリティス、自分相手のメインフェーズにレベル8以上の融合モンスターを除く、フィールドの全てのモンスターの攻撃力はターン終了までゼロになるっていうフリチェの効果を持っております。まあ疑似フリチェみたいなね。ただこのカードの効果は自分のモンスターも巻き込んでしまうので、そこだけご注意ください。さらに表表示のこのカードが相手の効果で除去された場合、デッキからデスピアモンスターまたはアルバスの楽園をサーチするか特殊召喚するっていう意味わかんないぶっ壊れ効果もあるので、そこも積極的に使っていきたいです。そして各尺竜マスカレード、先行では基本的にはマスカレード2体を立てていきたい、そんな感じのカードです。融合召喚したこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手は600ライフポイントを払わなければカードの効果を発動できない。バーンではないので
相手が効果ダメージを受けないみたいなカードを使っても防ぐことはできません。これは相手に課している強制効果なんで、ね、で墓地に存在する場合、相手フィールドに儀式融合シンクロエクシーズリンクモンスターのいずれかが存在する場合、このカードを特殊召喚する。まあ、特殊召喚したこのカードはフィールドに離れた場合除外されるんですけども、ランク8の素材になるっていうことですね。このカード簡単に。ただ2の効果で蘇生した場合、こいつのバーン効果はなくなりますので、そこはご注意ください。そしてデスピアンプロスケニオン。素材はちょっと重くて、デスピアモンスタープラス光属性モンスタープラス闇属性モンスター。自分相手のメインフェーズに相手の墓地の融合シンクロエクシーズリンクモンスターを対象として、そのモンスターを除外するか自分フィールドに特殊召喚するという効果で、デストロイフェニックスガイを除外することができます。ちなみにデスフェニーを蘇生するのはマジでおすすめしません。なぜならデストロイフェニックスガイ自分フィールドで破壊された場合、相手の墓地で効果を発動して次のスタンバイに蘇ってくるから。なのでデスフェニーは除外した方がいいです。で、2の効果は戦闘で相手モンスターを破壊した時に元々の攻撃力か元々の守備力のどっち高い方のダメージを相手に与えるというバーン効果を持っております。で、泥酔魔獣バグですか、レベル4モンスターにたらですね、相手のターンに楽園開幕でアルベルをリクルート、その後自分のターンにアルベルまたはエクレシアちゃんを召喚して出していくカードです。まあ、これを出す時はめちゃくちゃ事故ってる時なんで、あまり出す機会はないです。そしてリンクリボーですね。リンクリボーはまあ悲劇のデスピアンでリンク召喚できるんですけども、悲劇のデスピアン、そして赤の楽園しかハンドいないっていう時に限って使えるカードで、悲劇のデスピアンを通常召喚してリンクリボンにすることで、赤の楽園で悲劇のデスピアンを回収しつつ、赤の楽園で融合召喚、さらに除外されたデスピアンでアルベルをサーチしていきましょうっていうためのカードです。それ以上でも以下でもありません。で、説明を省いたんですけども、こちらのドラッグラビオン、そしてヌメロンドラゴン、そしてドラッグルーボン、このカードがワンキルパーツですね。ドラッグラビオンはまあ皆さん知ってるとは思いますけども、オーバーユニット1つ使って、ヌメロンドラゴンをエクストラデッキから特殊召喚するっていう効果です。で、ヌメロンドラゴンはですね、オーバーユニット1つで除いて攻撃力は相手ターン終了時までフィールドのエクシーズモンスターのランクの合計かける1000ポイント、つまりこちらのラビオンとヌメロンドラゴンで合計9ランクがありますので、ランク99000になりますね。9000でぶん殴って相手のライフを一撃で消しましょうっていう感じの効果です。ちなみにドラッグルーボンまたはタイタニックギャラクシーを入れておかないと、効果を発動することができませんので、必ずどちらかは入れておきましょう。で、ただただヌメロンドラゴン出しただけだったら相手に攻撃モンスターがおったらどうすんねんと思うかもしれませんけども、そのためのデスピアンクエリティスですね。デスピアンクエリティスはレベル8以上の融合モンスターを除く全てのモンスターの攻撃力をターン終了までゼロにするっていう効果なんで、こちらを使った後に、融合召喚、エクシーズ召喚してラビオンからヌメロンドラゴンでヌメロンパンチしていこうっていう構築ですね。で、ドラッグラビオンをどうやって出すんやいう話なんですけども、まあ楽園騎士とデスピアンなりでね、デスピアンクエリティスを融合召喚、その時の素材に、ドラマトゥルギアが巻き込まれていたらそのままヌメロンドラゴンにつながります。まあ、または、こちらのフルルドリス持ってる場合はそのままヌメロンドラゴンにつながりますので、そんな感じでヌメロンドラゴンを出していってくださいっていうデッキです。最後に、デッキの採用枚数だけゆっくり流して終わろうかと思います。まあ今シーズンまだ、ダイヤ帯には入っていませんが、前シーズンですね、ダイヤ帯結構、7連勝か8連勝かしたんで、かなり使いやすいデッキとなっておりますので、皆さんぜひ使ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。